この状況、あの、ちょ、uh, っ,っとずっといろいろと聞いてですね、祈りたいなと思いました。ちなみに ECCJ、日本語協会は今日コロナで礼拝はお休みです。 すごいリーダーはこういう時大変なんですね。You know, 一つ一つの決断の結果というのが常にありますから。で、このことじゃなくても、教会のリーダーにはいつも決断が伴って、その結果が絶対あります。 でも、リーダーは常に神様に聞き、神様を見て決めています。God, God なので、今、このヒズコールチャージのリーダーのために祈りましょう。

そしてその中で教会のリーダーはいろいろな決断をする必要があります主よ今ヒズコールチャーチのリーダーたち本当に守ってください 知恵を与えてください。力を与えてください。そして本当に周りから言われることだったり、決断に対することの心を守ってください。特に周りを走ってい。ることして先生の上に本当にあなたの守りがありますように。にににうにそして何よりもユミ先生があなたを見続けて。 過ごすことができるようにして、くださいあなたを愛して、主イエスキリストのちによって、お祈りしますたちを愛して、私たちを愛して、私たちをして、というををルカの私た章から学びたいと思いますた、so Uh, まず読みます。初めて読む方は多分なんやねんって思う箇所です。So time, time, really、しかもなぜここを選んだと言われるかもしれません。それは単純にユミ先生がその前の法と息子の話をしたので続きを見たらここだったって話です。Last week s message. <S 父の家に帰るという素晴らしいメッセージを。 あまり深くいかないとこ。実際、ここのストーリーは、ほう息子の続きとしてでも考えれるぐらいのストーリーだと僕は思っています。ほう息子で語られた神様がさらに表されている場所だと思います。It is そィスクリビング・ガード・ウォーズ・ l ィスクリプト・イン・プロデューサー・エンザ・ア・コントニューション・エクステンショそうなので見ていきたいと思います。Uh, read this お読みします。S <S 16章の一節から8節かな。イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。あれかの町に一人の管理,者が管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。主人は彼を読んでいた。お前について聞いたこの話は何なのか。 会計の報告を出しなさいもうお前に管理を任せておくわけにはいかない管理人は心の中で考えたどうしよう主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている土を掘る力はないし物乞いをするのは恥ずかしい分かったこうしよう管理の仕事を辞めさせられても人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだそこで彼は主人の債務者たちを一人一人で一人一人,一人一人一人呼んで最初の人に私の主人にいくら借りがありますかと言った その人は油100バテと答えたすると彼はあなたの性分を受け取り座ってすぐに50と書きなさいと言ったそれから別の人にあなたはいくら借りがありますかと言うとその人は小麦100コルと答えた彼はあなたの性分を受け取り80と書きなさいと言った主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めたこの世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては光の子らよりも賢いのである Uh, in English, uh, from uh, Luke uh, 16, one, uh, He also said to the disciples, There was a rich man who had a manager, and charges uh, were brought to him that this man was wasting his possessions. And he called him and said to him, uh, what, is that, uh, what is this that I hear about you? turning an account of your management, for you can no longer be manager. Uh, and the manager said to himself, What should I do uh, since my master is taking the management away from me? I am not strong enough to, do, uh, to dig and I am ashamed to beg. I have decided uh, what to do uh, so that um, when I am removed from my uh, management, uh, people may receive me into their houses. So, uh, summoning his master's debtors one by one, he said to the first, uh, How much do you owe to my master? and he said a uh, hundred measures of oil and he said take your bill and sit down quickly and write 50 then he said to another uh, and how much do you owe uh, he said a hundred measures of wheat uh, wheat and he said to him uh, take your bill and write 80 the master commanded, uh, commanded uh, the dishonest honest manager for his uh, shred, uh, shrewdness and of course the son of this world are more uh, shrewded in dealing with uh, their own uh, generation than the Son of light. Yes, So what is this talking about? What is Jesus talking about this?: But Jesus is describing the teaching from God here. クリスチャンとして生きる中で,ですね、なんかみんながなかなかクリスチャンだというと、えっていう感じになる瞬間とかないですか Maybe when living as a Christian and you're you when tell somebody you're you see that Christian living to people try surprised open 俺クリスチャンななんんだよねっっって言たた瞬間一歩下がう、oh, uh、みたいな Like when you just open up, like a Christian and people say, like oh, oh, okay just クリスチャンの,のマジ天才じゃんみたいな言われたことないでしょもし言われたとしたら相当バカにされてるはずですよね that is maybe mocking you? でもクリスチャンが一番僕は賢くて 素晴らしい存在になれる人たちだと思っているんです。In this world. 一番ポジティブで一番光り輝く存在に僕はなれると思っているんです。そうあるべきだと思ってそれを教えてくれている場所です and how we should be, and。今日のポイントはタイトルとして大きく深く大胆にという3つのポイントです。So でもちょっと分かりにくいのでストーリーを少しずつ見ていきましょう。1説、okay,、イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。15章の法と息子のストーリーというのはパリサイビトや立法学者たちにイエスをしゃべっていました。ジーズは言っていました。 なので、クリスチャンではない、弟子ではない人たちにイエスは語っていたわけです。そして、15章が終わって、次は、イエスは弟子たちに対して語り始めました。そして、ち家に父の家に戻ってきた人たちに対して、その生き方を次語り始めましたわけです。そう、彼は彼の家に戻ってきた人たちに対して、その生き方を次語り始めました。 ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。ちょっと考えてください。これは1世紀のパレスチナ地方というところで語られたストーリーです。ある程度その環境に

そして主人に訴える人がいたわけです。管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあったと多分。同じコミュニティにいる主人が信頼する人が主人に言ったんでしょう。まあ,ある意味、この主人はそう言ってもらえれるぐらい周りに好かれていた人であったと想像できます。 In other words, you can say this master was beloved in that community that somebody will give warnings to him. どうせ奪い取らられっって思って思るははずですから周りは聖書のバックグラウンドで言うと多分土地を持っている人が農地を貸していた主人だと思いますその農地を貸している人たちの債権を扱っているのが管理人だったというわけです どうやらこの管理人が悪いことをしていると二節、like、主人は彼を読んでいたお前について聞いたこの話は何なのか会計の報告を出しなさいもうお前に管理を任せておくわけにはいかない 悪いことをしているのがバレたわけです。So, his, uh, そして管理人はクビになりました。でも管理人ここで話さなかったのは偉いなと思います。

でも実際彼はいくつか言い訳ができたかもしれません。この状況ですから多分、親父の時代、おじいちゃんの時代からこの管理人にあ主人に仕えていたでしょう。だから、ジに訴えるように、先代から仕えてるのにこんなことで首にするんですかって言えたかもしれません。 多分すごい金持ちだったので、部下のせいにすることもできたでしょう。ますぐ、ね、こういう上司。<laughs> 部下がやったので、すべてを把握していません。今からチェックしに行きますみたいな。Like, oh, like, oh, he, 逆にですね、もう逆に主人に切れるということもできたでしょう。 俺はこんなに頑張ってるのに何を言ってんだてめえぐらいの勢いにもなれたかもしれない聖書の中ではアダムとエヴァから始まって言い訳しか人間はしてきませんでした。その中で中東では特に言い訳をせずに仕事を辞める人はいなかったらしいです。 なのでこの,この管理人が何も言わなかったのは相当賢いなと思うわけです。同時に管理人は心の中で考えました。どうしよう、主人は私から管理の仕事を取り上げようと取る力も,る力もないし、かもの声をするのは恥ずかしい。 And the manager said to himself, What should I do since my master is taking my, the management away from me? I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. I have decided what to do uh, so that I, uh, when I am removed from my management, people may receive. He said, to, uh, Me into their house. So he knew himself. You know, I'm not. だ,だからといって物いするのは恥ずかしい。当時の物いの人というのは大体体体の悪い部分があったので物いしていたと言われています。だからの分は、物をすることはできないとはっっきり分かっていたそんなこことをあれこれ考えながらこの元管理人は 時間を過ごしたわけです、so thoughts, uh, そして四節分かった、こううしよう管理の仕事ををめさせられれてても人々が私を家に迎えてくれるコシヨ、カンリノシゴトウヤメサセラレテム、ヒトイトガワタシオイエニムカイテクレルニスレバヨイノダ。 Uh, my master、uh, fires me、I、can go get another fires get I go job これ先に言っておきますけど、この悔い改めのチャンスを常にこのタイミングで逃してます。自分のもう打算的な計画に走ったわけです。Has, uh, 後で言いますけど、この主人だったら謝れば許してくれた可能性はいくらでもあったと思います。 ハイヒールで蹴られることはなかったでしょう。しかし、この管理者は罪に罪を重ねる方法を選んでしまったわけです。そこからがすごいですね。管理この管理者は頭良かったと思います。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、 So, 最<初>はい。一人一人呼ぶ自分と一対一の状況を作るわけです。まだ主人と会計士の中でしか、会計士主人と管理人の中でしか、管理人はクビになったことはわからないわけです。だから管理人は管理人の顔をして、おちょっとしもべに、あいつ債務者呼んでこいというわけです。So he still もちろん借金のある人は主人に呼ばれたと思ってくるわけですよね。そして主人の代理としている管理人に呼ばれそこに座っているわけです。その立場を利用しているわけです。私の主人にいくら借りがありますかと。 最初の人は100パティと答えます。そして、50パティと答えます。そして、50テと答えます。そして、50と答えます。そして、50パティと答えます。そして、50パティと答えます。そして、50パティと答えます。そして、50す。て、50と答えます。そして、55パティと答えます。そして、55パティと答えます。そしと答えます。そもそして、0 0と 主人がやっているように債務者たちは思う交渉です。Uh, done, uh, idea, s <S でも突然言うわけです。その債務を減らすと。Saying, your, uh, uh, 債務者は、んと思うはずですよね。何、like, かなんかあったんですかいや、oh, like, oh, yeah, 実はね。 I mean, actually, ちなみに油50パテ、小麦20コロのは大体同じぐらいの値段だと言われています。Uh, actually, uh, 100メートルのオイルと20メートルの wheat は同じくらいの給料分です。 Uh, work. いきなりそんなこと言われるからん、なんでそんなに1年半分ものを下げてくれんのとなりますよね。いや、実はさ、辞めさせられたんだけど、君得したいだろ。50にしたるから、十分くれと。それでも40安くなるからいいよね。 で、よく考えてごらんと。No, ここに債務者には言い分があるわけです。And, uh, this, uh, え、管理人、あの時クビになってたんですかって、後で言えば大丈夫なわけです。しかも、まあ、さらに言うならば、主人よあなたが寛大な人なので、もう債務が半分になったと思いました。 でも裏にあるのは債務者からするとちょっとの金を管理人に渡すだけで自分の借金が減るわけです。 But this しかも管理人との一対一の会話なので外に漏れることはないわけです。悪い秘密を共有する瞬間ですね。So、nobody else お前があれをバラすなら俺もバラすからね。って <laughs>、okay, なる瞬間です。 <between> us. 管理人としては、この少しばかりのお金が手に入るわけです。So、manager, でも想像してください、こういう人が100人ぐらいいた場合、管理人の手元には相当なお金が入ってくるわけです。Maybe しかも、その管理人からすると、その債務者と秘密を悪い秘密を共有していることなので、彼らの家に雇われることもできるわけです。めちゃめちゃ賢いと思いません悪いですけど。で、ここで大切なのは、その周りにいるコミュニティです。 この債務者たちは自分たちの家に帰って今日さ借金半分になったんだよねっていうわけです。Like, oh, my, uh, この主人は地元のもう権力者、もう地元の地主さんなわけです。 この、uh, 人はすごい寛大なことをしたというわけです。この人がすごい寛大なことをしたという噂が回るわけです。この人はすごい寛大なことをしたというわけです。この人はすごいなをしたというわけです。このすごい寛大なことをしいうです。この人は本当に素晴らしいことを言っいるでなたはいことを言っているです。あなたは素晴らしを もう街中でその債務者たちばっかりがそういう話をするので、この主人は祭り立てられるわけです。何だったらお金もその街は回り出すわけです。そ,すですそして民はもうお祭り騒ぎですよ。

町中はその喜びにあふれているわけです。ここで主人には2つのチョイスがあります。この時、債務者を呼び戻して、あの管理人はクビになっていた。だから、やったことはもうおかしいということができるわけです。もちろん、管理人は当然、牢屋に行きます。 債務者の債務はまた元通りになるわけです。でもこの事実もいつのどのタイミングでクビになったかなんて街中はわからないわけですよ。こういう時何が起こりますか噂が広がるんです。か もう一度、私はあじゃないたが好きな人を持って帰ってきて、あなたはたが好きな人をってくると思ったはあなたってきなかってたからなたきなりを持っなったんだよ happen, so, like, why he being more むしろ管理人かわいそうみたいなもちろんその道を主人は選ぶこともできました人き 二つ目のチョイスは何も言わずに管理人がしたことを受け入れてその損害を自分の身に受けるということです。それがまさしく発説があります。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めたというところに現れているように主人は二つ目のチョイスを選んだわけです。ある意味そのままにしたわけです。 It it is. これがこのストーリーの全体像です。一つ目のポイント、大きくです。ここの行動の前提には大きな大きな絶対前提というものがあります。一歩間違えれば、牢屋に入るチョイスをこの管理人はあえて選んだわけですよね。 でもこの抜け目のない賢いと呼ばれる行動に管理人は自信があったんです。This, uh, それが寛大な主人だという絶対前提なんです。And, and 代々この家に仕えている管理人の家だとした場合、この主人のことをよく知っていたでしょう。管理人が本当に主人は嫌な奴だと思ったら、絶対にこの行動は取っていないはずです。 でも、この管理人は、いや、うちの主人は絶対に寛大な人だ。Thought, no, そんな一年半分の借金が100人のところ減ったところで起こるような人ではない。He 主人は、 素晴らしく大きな方だ。主人はこの不正な管理人が賢く行動したのを褒めました。この主人が寛大だという絶対前提を持って動いたことを褒めたんです。And he has

尽きることののないものがそここににありそこにはまたもう一度迎え入れれてくれるという寛大な親父だといいうううここを息子はどこかでで知ってたんです the そ大きな大きなおやじだという信仰があったんです。The 自分が出した損害すらも必ずどうにか補填してくれるという絶対的な自信が、本当息子にはあったんです。管理人も全く同じです。主人は寛大だから、多分許されるだろう。 その信仰があったわけです。では私たちの神様はどれほど大きい方でしょうか、so、皆さんの神様に対する絶対前提は何でしょうかちょっとしたことであなたを牢屋にぶち込むような神様ですか もう二度とあなたを迎え入れないというドアを閉めてしまうような父親ですかそれとも両手を広げていつも迎えてくださる神様でしょうか ユミ先生が言ったようにこの地を作られ、この世を作られ、すべてを収めておられる神様でしょうか。Like who, uh, earth, 絶対前提、信仰として、もっともっともっと大きな神様を私たちは持つんです。 二つ目のポイントは深くこの管理人はですね主人のことを知っていましたその上で自分のことも知っていてするべきことをはっきりと分かっていましたもしかしたら悪いことをしてい,るのしていたので常にいつも言い訳やこの後のことを考えていたかもしれません

So should be okay. 日頃から多分いろいろなことをこの管理人は考えていたんでしょう。次のそこから先の箇所には私たちが忠実であるべきだということが書かれています。10節以降ですね。10, 忠実であるというのはその場のノリだとかその場の感覚だけでは無理です。Being ネガティブもポジティブも右も左も広く考えて深く考えれて初めて私たちは忠実になっていくことができます。We can be faithful when we have right idea, when we think deep enough and when we think through enough. ここが私たち、クリスチャンの弱いところかもしれません。And maybe sometime s this could be weakness for Christians. 私たちはどこかで深く考えることをやめているかもしれません。でっかい神様がいるという前提で深く考えた場合、どれだけ素晴らしいアイデアが生まれると思いますでも間違って深く考えている時があります。ネガティブ。 そうすると一つ目のポイントに戻らなきゃいけないんですよ。絶対的な大きな神様がいることが前提ですよ。ネガティブなことは神様から絶対に来てません Any negativity come from God. それが入ってくるイコール私たちは悪魔に支えられているか自分の考えの中に陥ってしまっているわけです。Mind, でも逆に大きな大きな神様を前提にして深く深く深く考えると。でも逆に大きな神様を前提にして深く深く深く考えると。でも逆に大きな神様を前提にしてきな神てきな神 これが本当に今私たちするべきことかもしれません。Right、私たち日本の教育は覚える詰め込み教育をされています。Time, 考える力を奪われて会社に入ればマニュアル通り動くことを求められるでしょう行 t て、学校に行っ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 て、学 Uh, even to companies. それはよっぽど私たちの思考を停止させる技なわけですよ。そして深く考えなくなってしまう。でも悪いことしてるの人して人がていしる人がよく考えてますよ。がよく考えてでも、悪いことしてる人がよく考えてますよ。法律の抜け道はすべてヤクザの友達から僕は聞きました。 なぜ,なぜなら弁護士はそんなこと言えないからです。<laughs> だいたい悪いことしてるやつのが深く深く考えて、本当に儲けようとしてます。 マジすげえなと思います。<laughs> それを多分、イエス様が公開なんでしょう。この世の頃は自分と同じ時代の人々の扱いについては光の頃よりも賢いのである。言い換えると光の頃は弟子たちよ。 なぜあなたはこんな大きな神様が絶対前提であるものにもかかわらず深く考えないんだ。 もっともっと大きな神様を信頼してもっともっと深く考えるときに違うものが出てくるだろうそこにこの世に対する答えをクリスチャンが持つだろうていると知っているると知っる 私たちはこの広い大きな神様を絶対前提に深く考える必要があります。そして三つ目は大胆にです。もう一つ言うと深く考えている人もいるとは思います。でも行動ができていない。 But sometimes we take actions だって世の中怖いもん。先ほど言いました、決断に対する批判は絶対生まれます。Because, like、said, 英語で言いますデシジョン、「decision divide」言います。「decision divide」結。結論、決定は必ず分けてしまうことになります。「賛成する人と反対する人に分けてしまいます。」 それを考えるときに行えなくなるわけですイエス様が言ったことに戻ります主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めたジザーが言ったことに戻ります主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた この管理人は結局はこの世の子らと表現されているので悪い人です。End, shown, 悔い改めのチャンスを逃し罪に罪を重ねました。Repent, ned, でもこうならないようにと弟子たちにエスは話しているわけじゃないんです。 考えてごらんもしこれだけ考えれる弟子だったら世の中変わると思わん ?He is saying, if we can think deep like this, can we change the world?If こんんけ神様でかいんだっててて信じるる人が深く深くく考えて行動したら世の中変わるよね if we trust the big God, bigger God, and think deeper and we can take bolder actions, then the world can change.And だったたら弟子たちやろうよ let's do this then. 私たちはできているでしょうか、like、私たちの神様は大き,い大きい大きい大きい寛大な神様でしょうか are God, are 私たちは常にその絶対前提、その信仰に常に立っているでしょうか その上でこの世の頃に負けないぐらい深く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 ポジティブに考えて進んでるでしょうかそして神様にその語られたことを大胆に行っているでしょうか、er、action, 神様はそれぞれにそのことを今語っていると思います。も今語っていると思います。神っいといことと深く考えなさいということ。 あなたの神様は小さいよって。そんな思いがあるなら、動こうよっ。っ、て私たちはこの地上で神の管理人として、正しく、大きく、動いているでしょうか。か僕は、本当にクリスチャンがなたにされるのがすは、ごい嫌るでしょは、うごいてるでしょう。あなたの神様るでし

あなたは良き管理者でしょ。うか祈りたいと思いますたれぞれ目を閉じて心を神様に向けてくださいし様は今日あなたに何を語っていますか Father, あなたの神様は何をかんていますかあなたは神きな大はきな大きでな大はきなたはきですなきかんりでしゃ あなたはそのするべきことを深く深く深く考えていますか deeper and deeper and deeper? そして大胆に行動をしましょう。 お祈りします天のちなる神様、あなたの皆を賛美します。「主よあなたという素晴らしいお方が私たちの神様です。でもこの世に生きている中で、なぜかいつもあなたが小さくなってしまう瞬間があります。あなたではなくて、この世にビビってしまって、あなたが小さくなってしまう。 私はこの世を作る全てを収められている神様です。Heaven, s. <S この寛大な主人、息子の父親、もう素晴らしいお方です。その大きな大きな大きなお父さん、あなたの家にまず帰ります。Lord, その大きな腕の中で抱きしめられて、今深く深く考えます。You あなたに愛されているものとして、あなたに賜物が与えられているものとして、あなたに財産が与えられているものとして、するべきことを深く深く考えます。Deep deep talent, gifts, そして、あなたに与えられるビジョンを大胆に進めていきたいと願います。 Step before you 主よあなたが私たちを導き続けてください destiny,、so、us, us. そしてこの地上で命の続く限り良き管理人として生きれるように私たちを導き続けてください Lord, その道を与えてくださる大きな大きな神様であることを感謝して you you big, big あなたの皆によってお祈りしますアメンアメン ありがとうございます。目を閉じてもらえますかもう一つ祈りましょう。父の家に帰ることをね、本当にオグ先生、その続きから語ってくれました、ね。今日初めて来た人、来てくださった人、また神様を本当に信じきれてない人に聞きたいです。 本当に、聖書の天のお父様は真実なお父さんです。今日私はもう一度、天のお父様のところに立ち返ります。立ち返りたいです。本当天お父に天のお父さんを間違った。 本当にお父さんだと本当に思っていたことを悔はあなたのこと手を知してください祈ります。天のお父様今日も本当にあなたとあななたたと息子娘が 天のお父さんのところに帰ってこれたことありがとうございます。神様、責めず、あなた両手を広げて、本当に愛し迎えてくれているお父さんであることありがとうございます。Thank you that you are a father who do not condemn but accept with big arms。どうぞ、本当に自分だけで自分のネガティブや自分の否定的な過去と話すのではなく、天のお父さんと会話が。 豊かに深く始まりますようにお願いします。どんなネガティブもが来ても有利を動かされることのないアイデンティティが確立されますようにお願いします。

Come into my heart and lead my life. Jesus is my, my Lord. Lord. Amen. Yes, I'm show. We praise.